と2ヶ月で就活解禁なんですよ。この2ヶ月間ってめちゃくちゃ重要だと思うんですね。今回は南先生にこの2ヶ月間どういう時間の使い方をすればいいかっていうのを教えていただこうと思います。なるほど。ということで今回はお二人の就活生に来ていただいてるんですけど、お二人は今実際どんなことをされてますか？いや今年はまだいいかなと思って本当に何もしてないです。なんか OB 訪問してるとか言ったんですけど、もう今全く何にもやってないです。正直に素晴らしい。細井くんは何されてますか？私も長期インターンをしているんですけれども、そのお仕事をしつつ説明会も出つつ本選考もやりつつという形で。結構じゃあ細井くんはもう早い段階から動き始めてるっていう感じなんですかね。ちなみに就活生の大半は年が明けてからそろそろ動き出そうかなって思ってる人が。明けましたよ皆さん。明けましたよ。2022年明けましたよ。おめでとうございます。明けましておめでとう。明けちゃったんですよ。なのでもう動き出さないといけないんですよ、一日から。なるほど。ただ何やったらいいかよく分かんないっていう子も多いと思うんですね。確かに。なのでスタートに立った人たちが何をすべきかっていうのを教えていただきたいです。わかりました。ちなみに南さん、はい、ぶっちゃけ1月1日からスタートしようって遅いですか？正直言いますよ、はい、遅いです。っていうのも人間締め切りに向けてすごく集中力が上がると思うじゃないですか。だけど後回しにする人ほど夏休みの8月31日に焦るんです。そういうタイプです。これは8月29日から夏休みの宿題やればいいやっていうタイプ、結局8月31日間に合わないっていうことが起きるので、なんでもうすでに8月31日になっちゃってると思った方がぐらいの勢いでちゃんと取り組んだ方がいいと思います。もちろん変に焦って変な人に煽られて変な就活アカウントに捕まってしまって変な有料教材買うとかそういうのをやめてほしいんですけど、健全に焦ってほしいってことですね。じゃあ今焦る気持ちを行動に移したい人はどんなことをすればいいのかっていうのを伺いたいんですけど、はい、そうですね、大きくは4点。1点目は ES、 2点目は冬のインターン、3つ目は自己分析、4つ目は社員訪問。この4つ。まずは1つ目の ES から話をしていきます。皆さん例えば高校受験とか大学受験とかしましたよね。で高校受験大学受験の時に一番大事なことって過去問なんですよ。過去問も知らずに闇雲に参考書を解いていても何の意味もないわけですね。なんでまずは過去にどんな問題が出たのかを把握してから、そこから自分の強いところ弱いところを分析して弱いところを埋めて強いところを伸ばしてってことをしていきます。もし本当に志望している企業があるなら2年前とか1年前とかの ES で実際どんな質問が出たのかっていうところを必ず把握するようにしてください。過去を見るにはワンキャリアとか過去の ES を見るサイトがあったりするので、そういうところを見てください。じゃあ過去問が分かったらその次どうすればいいかっていうと、まずは自分の人生に向き合ってちゃんと設問に真剣に書いてほしいんですけど、分かんなくなった時に何するかっていうと、友達と ES を交換してください。自分が客観的にパッと見た時にどういう印象を持ったかっていうのを正直に伝えてあげること。自分自身ではこれ別に普通のことじゃないと思って書いたことが、実は初めて見た人に対してはこれめっちゃ面白いじゃんってフィードバックしたりとか、逆に自分がこれめっちゃ面白いっしょって思って書いたことが全然刺さんなかったりとか、まずは交換してお互いが初対面の印象を伝えるということをするといいと思います。自分の ES を伸ばすためにはまず人の ES を見た方が客観的に分かったりするんですよね。なんで初めての人に自分の ES を見てもらって、初めての人がどういう印象を持つかっていうのを把握することが一番大事なことだと思います。もちろん感想を聞きすぎてフィードバックとか直しすぎるとわけわかんなくなってきちゃうんです。あくまでも自分はこういう方針でいくと、時にはこういうタイプには嫌われるかもしれないけど、でもこういうタイプに刺さるんだから自分はこういう方針でいくっていうふうにするとある程度スッキリするかなと思います。なので逆に言うと落ちたとしても、この人の好みに合わなかっただけだな、でも人によっては刺さる人もいるというふうに明るく考えてください。じゃあまず ES っていきなり書き始めようじゃなくて、ちょっとでも気になる企業があったらそこでどういう質問がされてるのかっていうのをチェックすることから始める。そうですね。行きたい企業とかなかったらネットとかでよく聞かれる質問みたいなの調べて、そこに該当するのをどんどん書いていけばいい感じですか？行きたい企業がなかったらもはや ES に取り掛かる前にいろんな社員さんと会って自分が志望したいかしたくないかって見極める作業に時間を使った方がいいと思うので、 ES から手を出すっていうのは間違ってるかなと思います。しかも就活解禁し始めたらもうエントリーしなきゃいけないので、この2ヶ月でむしろ人にどこか、はい、会いまくらないと、あれもこれも受けると絶対に疲弊して全部うまくいかなくなっちゃうので、取捨選択は必ず必要。続いて冬インターンなんですけど、はい、冬インターンも結構行った方がいいと思いますか？結論
行くのはいいと思いますけど、行き過ぎるのは絶対 NG だと思ってます。なぜならインターンという名前ですけど、結局それって説明会じゃないっていうことがすごく多いと思うんですね。例えばワンデーインターンだいたい3時間とかですか。だいたい平均3時間ぐらいです。結局それって3時間の説明会じゃないって僕は思っちゃうんですよね、はい、インターン参加しましたってことって面接官からして、ああそうですかぐらいだと、じゃなくてちゃんとワンオンワンで社員から話を聞いて、本気なんです私はって言った方が本気度が伝わる。本気度を伝える手段としてインターンはあんま適切ではない。具体的な社員さんの名前も出せますしね。そうそうそう、この人と会ってこのエピソードが印象に残ってる、だから私は志望してますって言うとオリジナリティがあります。だからインターンはオリジナリティがないので、まあただ本当に無な人が一歩目として使うのはいいと思いますけど、あまりにもインターンに時間割きすぎるのは良くないです。はい、ありがとうございます、はい。続いては3つ目、自己分析でございます。結論、悩む必要はないです。自己分析っていう単語だけ聞いてしまうと、何か分析、自分一人で机の上に座って PC とかと向かい合ってカチャカチャとか書いたりとかするのが自己分析かと思っちゃいがちなんですけど、それは違います。本質的な自己分析は何かというと、人に対してプレゼンをすることなんですね。考えを伝えること、これが自己分析です。伝える上で自分にとって当たり前だと思ったことが意外と向こうがめちゃめちゃ価値を感じてくれたりするわけですよ。自分の価値、魅力っていうのをプレゼンする場をどれくらい作れるかがすごく大事でございます。じゃあ自分一人で自己分析やらなきゃっていうよりかは、まあ、とりあえずなんか自分で自己 PR1 個作ってみて、はい、それを社員さんに当ててフィードバックをもらっていくっていうのを、もらいながら修正していくって感じで、自己分析それを繰り返していくっていうことですね。社員さんだけじゃなくて、例えばアルバイト先の同僚とか、僕がやったのはアルバイト先の後輩とかですね。就活も一切やったことがない1年生2年生とかにもやってました。何にも知識がないからこそ客観的な新しいフィードバックができるので、いろんな人に聞いてもらうってことですね。そうですね、はい、いや自己分析のイメージが覆されました、はい、僕も就活生の時悩んでたんで、自己分析ってなんだみたいな、人にどんどんプレゼンしていくっていうことをしてください。もう一個テクニックがあって、自分の価値とか武器とか強さとかを伝える上で一番大事なことって、自分が壁にぶつかって挫折した瞬間なんですよ。壁にぶつかって挫折した時に自分がどういう考えを持ってどういう行動をしたのかで、その結果どん底だったものがこんなに成果が伸びましたって、このギャップの差がその武器の強さなんですね。これが自己分析ですごく大事なことなんで、言い換えると挫折分析、失敗分析だと僕は思ってます。自己分析に困った人は、自分が失敗した時、挫折した時というシーンを思い浮かべてみてください。最後4点目の社員訪問についてです。正直就職活動においてはこれが一番大事です。もはや僕は就活は社員訪問以外やることないと思ってます説明会とかは正直もういいです。まあ1回聞くぐらいならいいんですけど、2回目3回も同じ話を聞く必要ないので、だったら社員訪問をして自分の魅力とかを伝える努力をするべきだと思います。でもちろん社会人の方の時間をいただくわけなので、まあ、すごくなんか申し訳ない気持ちになるじゃないですか。ですけど本当に自分が困ってて辛いんだったら、それを自己開示した方が良くて、お願いする力っていうのは一生使えるので、もう困ったらお願いするっていう風にしてみてください。自分の学校内に先輩いないよとか、どういうふうに社員の人と連絡取ればいいか分かんないって人たくさんいると思うんですけど、それってどういうふうにすればいいんですかね。まずは、近いところから攻めてだんだんと広げていくっていうふうに覚えてください。僕がやったことはまずは、まあ、大学、同じ大学の中の1個上の先輩もそうですし、アルバイト先とかも1個上の先輩とかっていうので、いろんな内定者の方々にいろんなお願いをして、で内定者同士で紹介してもらったりとかして、そこから社員さんに行くとか、そのためには先輩方々に、この学生は人間性ちゃんとしてるから大丈夫だなっていうふうに思わせるような、まあ、信頼関係とか、そこをやっぱ大事にしてほしいなと思います。私の友達全然学校に OB も OG がいないっていう子がいたんですけど、 Facebook とか Twitter でめっちゃ連絡送ってましたね。なるほど。でも自分の行きたい企業10人以上に OB 訪問して、その内定者同士でつないでもらって5人ぐらいで食事会に行くっていうのをやってたので、すごいなと思いました。ウイ君だね。はい南先生に地獄にされた。ウイ君は、まあでもね、正解はないですけどね。インターネット上だとやっぱ無視されてしまうリスクもあるので、まあ、それだけに頼らずに近しい存在から徐々に広げていくってこともすると良いと思います。ということで、残り2ヶ月間でやるべきことを南先生に教えていただいたんですけど、お二人はお正月から頑張れそうですか？もう頑張るしかないですよね頑張るしかないですよね。やるやる言ってて、
やってなくて視聴者の人にも怒られそうなのでもういい加減始めます。で次撮影の時にはもうガンガン選考も受けてますっていうような状態にしたいなと思います。細井くんどうでしたか？社員訪問の重要性っていうものをここで認識できたのでやるやる詐欺で終わらず実際に行動に移していきたいと思います。応援してます。応援してます。じゃあ最後にみなみちゃんから、はい、残り2ヶ月間を走る就活生に向けて応援メッセージをお願いします。はい、僕が伝えたいことは人生は長いということでございます。つまり今皆さんが就職活動がめちゃくちゃ辛くて長くていつ終わるんだこれはみたいな苦しさって感じると思うんですけど実はこれってまだ人生の序章で全然もっといろんな問題とか課題とかって大学卒業した後もたくさんたくさん待ち受けてるんですね。だからもっともっと長い視点で人生を考えて今現在の視点だけにとどまらないようにしなというふうに思っています。さらには就活ってどうしても落ちることがあるんですね。で落ちるときに人格否定されたような気持ちになるじゃないですか。なんですけどそれは人格否定ではないです。たまたまその面接官と合わなかっただけであって切り替えて次に行くっていうことをした方がいいと思います。つまり落ちても全然大丈夫。落ちた会社にもしかしたら3年後とかに中途で入るとかもあり得るのでこの新卒の就活で全て人生が決まるわけではないです。人生はすごく長い。落ちても大丈夫っていうようなマインドで取り組んでほしいと思ってます。はい、ということで就活解禁まで残り2ヶ月焦りつつも頑張りすぎずに走っていっていただけたらなと思います。みなみちゃんの SNS は下の概要欄に貼ってあるんですが見なくて大丈夫です。見てくださいとか見ておい見てねはい、ということで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあな。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくのでよかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。